両津と村井は台湾東園県出身のプロ野球選手、宇藤右内。弟は CPBL の中心兄弟に所属している両津中。東園市光明青消防隊でプレーした後、野球留学の形で日本へ渡航して岡山県共生高等学校へ入学、3年間を過ごした。高校3年時には2011年月の 第93回全国高等学校野球選手権、大会岡山県予選ではベスト8に進出した。埼玉西部ライオンズのクレネンニワは、高校の同級生。強生校を卒業後、2012年4月に台湾へ帰国した。海南大学へ進学したが休学。2014年にメジャーリーグベースボールのピッツバーグパイレーツへ入団し、2015年まで。 パイレーツの参加ルーキーリーグで2年間プレーした。同年に台湾へ戻り、大学へ復学し、アジアウィンターリーグの台湾アマチュア代表に選出され、クローザーとして出場する。2016年6月に海南大学を卒業。日本の高校に3年間在籍していたことにより、日本プロ野球の新人選手選択会議,議役第一条の 日本高等学校野球連盟加盟の高校に在学した経験を持ちに該当し、ドラフト指名対象となり、2016年のドラフト会議で読売ジャイアンツが7位指名した。NPB では外国人枠の適用を受けず、日本人選手扱いとなる。背番号はかつて両脇らたまもが使用していた97。2017年は一軍出場はなく、 2軍で中継ぎとして14試合に登板し1勝1敗、1セーブ、防御率5.27を記録。2018年は2軍で17試合に登板し2勝、0敗、防御率2.79と成績を向上させたが、前年同様に1軍出場を果たせず、10月26日に、球団より、戦力外通告を受けた。同年十一月十三日にタマホームスタジアム、 筑後で行われた12球団合同トライアウトに参加。シート打撃形式で打者3人にアンダーを打たせず、球速は最速時速1 5 2トルを記録した。同月28日に埼玉西武ライオンズが獲得を発表した。2019年は4月3日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初登板を果たしたが、一軍での登板は3試合にとどまり、同年オフに 再び戦力外通告を受けた。西部からの戦力外通告後は、トライアウトには参加せず、母国に戻り、11月に、中華職業ボーダーマダイ連盟に2020年シーズンから、再加入予定のアジゼンドラゴンズの練習に参加。年内広明、エディソンバリオスらと共に、アジアウィンターリーグの期間限定のスポット契約を、結んだ。2020年2月には、 中心兄弟の練習に参加。後にセリフトレーニング契約を結び、二軍戦で登板している。2020年7月に開催された CPBL のドラフト会議でアジゼンドラゴンズから一指名を受けた。2021年3月14日の統一、ライオンズ戦で CPBL 初登板を記録した。同月23日の楽天モンキーズ戦では、プロ初ホールドをマークしたが、 9月2日までの36試合で33イニングと24試し球で2軍に降格した。10月1日に1軍に再昇格し、同月2日の中心兄弟戦でプロ初セーブを収めた。201センチメートルの長身から最速時速155キロメートルの直球を持ち味とする。変化球はスライダー、チェンジアップを投げる。コントロールが課題。 ドラフト候補のプロフィールは、身長2 0 1トル体重1 2 5ラムドラフト指名選手の身長、体重が明確になった1966年2時以降では、最長身、最重量200、2 0 0トル1 2 0ラムを超える選手は、初めてという。岡山強制校に在学した際、 恵まれた体格がプロレス団体の目に留まり、スカウトされたことがあった。ありがとうございます。